はい、どうもエルザです。それではウォッチドッグスレギオンやっていきたいと思います。さて、この近くらしいんだけど、こっち側からの方が、いや、そういうわけではないか。この辺りから放送を行っていました。わかるのはそれだけです。アナログな技術ですので。私たちがこんなに簡単に見つけられるなら、敵も簡単に見つけちゃうかも。急いで動かないと。そうだね。裏かな。そんな感じだよね。明らかにスパイダーボットを使うって感じだね。お？私たちが見つけられるのはこんなの許すわけにはいかない。あなたが一日中わめき散らすのを聞いていたいところですが、彼女がなぜ殺されたのかを調べる方が時間の有効活用だとは思いませんか？そうだね。真実を見つけ出して絶対に思い知らせてやる。何が出てくるか調べてみよう。オッケー。バグリー、このグラフィティはやりすぎだと思わない？クレアはクランケリーを批判するポッドキャストを複数配信していました。連中はもう慣れていそうなものですが、犯罪組織からお礼の花は期待できませんね。これはクランケリーの仕業って感じじゃないかも。素人っぽすぎる。ケリーは大きな組織だよ。こんなことはしないはず。んじゃ、これハッキング。誰だか知らないけど、犯人はクレアのタブレット以外全部持ち去ったみたい。これスキャンできないかな、バグリー。よくあるセキュリティより多少手が込んでいます。いきなりは無理です。咳払いして失礼しますよくらい言わないと。少々時間をください。じゃあよろしく。これは足跡がたくさん残ってるけどどう思う？複数の人間が出入りしているようです。靴よりブーツの足跡の方が多いですね。ある準軍事サプライヤーのブーツと一致します。オータムコレクションのアイテムの一つです。で、アルビオンがその商品を買ってるってことかな？ロックを解除しました。クレアが記録を残しているようです。ほう。じゃあデータドライブにアクセスして。よく収録に応じてくれましたね。あなたはアルピオンで IT 技師をしていて、ナイジェルキャスと密に仕事をしていますね、ミスター。ヒューでいい。俺はなんてこと。もしバレたらですね。外に出るとアルピオンの扱いのひどさがわかるでしょ。今日はどんなお話を？証拠。ナイジェルキャスがあの爆破に加担してた証拠だ。え？それって。そうだ、まずはこのハードドライブにコピーさせて。で、確かな情報なの？ああ、奴自身が話してる映像。アルビオンだ！さっさと武器を捨てろ！武器なんて持ってない。ちょっと、やめて。機材は全て回収し、カルーセルに運べ。お前は壁を塗り替えて、男の死体を処分しろ。女の方は置いていけ。組織の報復ってのは恐ろしいもんだろ。クソ、クレアたちを捕まえるためにキャスが手下を送り込んだんだ。あの記録はよほどのものらしいな。奴は爆破のことも知ってた。証拠となる音声ファイルが入ったクレアの所持品はアルビオンが持っているようです。この証拠があれば確実にキャスを潰せる。クレアの無念も晴らすことができるし、ロンドンも救えるよ。カルーセルって言ってたから、きっとカルーセルプラザだね。アルビオンの宣伝活動の拠点だよ。調査を始めるには良い場所ですね。よーし、じゃあ一つ情報を掴んだんで移動しますか。
意外と近めだね。多分これ突き切った方が。あんなの落とせるかな。この辺りか。さてこっちは鍵がかかっている。盗まれた証拠はここのどこかにあります。アルビオンの警備網はあの犯罪現場を片付けた者たち以上に手強いので注意してください。それと数も多いですよ。クレアにしたことを考えたらアルビオンのクソどもに遠慮なんかしてられない。ええ、まあクレアの持ち物を探すことに集中しましょうか。持ち物ね。おお、怖え。いや、やべえな。相変わらずやべえな。激しすぎるんだよな、最近。で、そうなのよ。グレネードン買えるか。何も見当たらない。で、こっからまたつなげていくとして、こっちの方向なんだよね。あ、そっか。そうそうそう。ドローンないかな。クレアの持ち物を見つけましたね。びっくりですが、ストレージドライブにも不正アクセスの形跡はありません。ですので音声ファイルの証拠も無事でしょう。よく探せよ。ドローンが手に入れたいな。ドローンあれば。特に何もないかな。配達ドローンか。ニュースドローンではない。強いね。おい。被疑者逮捕のためドローンを展開した。よし。これで開く。よし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 。そうだね、意外と壊したらいけるっていうのはね。
注意しろ。近くにいたね。おい。こういう時に怖いのは上なんだよな。見失ったわ。本部、みんなにも伝えて。待ってこれはあかん、これはあかん、これはあかん。いやいや、敵来た時のさ武器の差よね。やばいね。あーマジかここに来てこんな失うか。マジか。だいぶショックだなぁ。被疑者を捕捉するため、ドローンを展開した。壁越しにめっちゃ撃たれてる。うわー、ここにいるの正解だったの？もしかして。さあ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 、知らないふりね。調べてみよう。よしよし、か逃げろ。二人はでかい、犠牲二人は。銃が弱すぎる。弾切れだ。リロードする。ペンよりもペンを。応戦する。
くー。あなたの負けよ。後始末大変すぎるだろう。援護する、見てこよ。捜索に移る。ここだよん。ビビらせ。ああ、ちょっと見てくるか。ほーらよ。一体どこにいるの？ここにいますよ。はい。ああ、やつはどこに消えた？あー、いたいたいた。用事があるのはそっち方面だね。よし、降りるか。マジかー、やられちゃったかー。複合施設に配達されるすべての手紙と小包はアルビオンの警備による検査対象となります。で、これではないね。上か。このあたり？あったあったあった。不法侵入について警告したはずだぞ。これで何度目だ？まだわからないのか？外からただ写真を撮ってただけで。おい、聞いたか？写真を撮ってただけだと。撮ってただけとな。バカが。いいか、よく聞けよ。これが最後の警告だ。この辺りでまたお前の姿を見かけたら、警察が行方不明者としてお前を処理することになる。これがどういう意味かはわかるよな。あい、あい。おい、聞いてるんだろう。話そう。だから首相は断ると言っただろう。民間軍事企業の海外進出は喜ぶだろうが、自国ではそうでもない。バカだからな。町も国も崩壊してる。軍はほとんど虫の息。警察は燃えかすだ。誰かが人々を救う必要がある。力ある誰かが。そうだな。もう準備はできてる。理想のターゲットはまず都安会議、議事堂、キングスカレッジ病院だ。部隊は提供するが、爆弾の調達はそっちでやれ。ああ、交渉はしない。足がつくのはごめんだ。何かを忘れていないか？約束通りフィラメントのアクセス権をやろう。さあ、失せろ。さあさあ、早くその場を離れないと殺されてしまいますよ。さあ、逃げるか。ここから抜けれればいいのか。キャスの声を聞いていると、彼のチャチな一物を筆箱にでも押し込めてやりたくなりますね。ゼロデイは目的を果たすために何を利用すべきか知っています。フィラメントです。そしてキャスはそれを取引材料に、この町の鍵を手に入れようとした。クソ、もうわからない。俺はあの男にもまだ。クソ。信じる価値があったとでも？ヘイミッシュ、昔はどうだったか知らないけど、
今はもう違う。すぐにこの情報をみんなにも伝えないと。そうだな。みんないつでもピカデリーサーカスまで来てくれ。バグリーと一緒に準備してたことがあるんだが、この証拠があれば完璧だ。ほう。よし、ピカデリーサーカスに向かってということで、どこどこ？ここか。さあ、近くまで飛んできた。で、もうそこか。早いな。アルビオンの警備員は全市民の安全を最高だ。すっごくいい。指示にしたロンドンは騙されていた。ナイジェルキャスとアルビオンは永久にこの街を支配する気だ。最初からその気だった。聞け。理想のターゲットはまずトワン会議議事堂キングスカレッジ病院。部隊は提供するが爆弾の調達はそっちでやることだな。ああ交渉はしない。足がつくのはごめんだ。キャスはテロリストと共謀して権力を手に入れるために街を爆破した。そして市民のあらゆるデータを盗み、それをもとに標的を絞り込む感情ドローンプログラムテミスを計画した。テミスの邪魔はさせない。誰にもさせない。俺自身にもな。事実は話した。好きにしろ。いや違うな。抵抗しろ。俺たちよくやったよな。そう思わないか。ああヘイミッシュ。ふふん。ヨステビトはやめたのか。ああ、ずっと隠れてるわけにもいかない。やることがたくさんある。それにお前たちも助けがいるだろ。見ろ。はあ、まだアルビオンは片付いてないというわけだ。さあ、これでクリアかな。しばらくはこのニュースで持ちきりになるはずだ。市民が真相を知ればキャスはもうおしまいだ。解任された上に反逆罪で起訴されるだろうな。それ以外に選択肢はない。私たちの勝利だ。みんなお疲れ様。よし、なら僕は一杯やって誰か相手を探しに行くとするか。誰か一緒にやるか。ああ、やると言ってもそういう意味じゃないぞ。ゼロデイの問題がまだ片付いていません。キャスとメアリー・ケリーと共謀してロンドンを爆破した正体不明のハッカー集団のことです。バーグリー、これだけ頑張ったんだから少しは休憩したっていいだろう。勝利の美酒を味わうってのも大事だ。ほんの少しでいいからさ。さあ、クレアの正義クリアと。さあ、ロンドンの守護者。想定していた反応とは異なるでしょうが、ナイジェル・キャスがまたニュースに出ています。おお、それでもまだテレビ出るか。アルビオンとの契約を政府は見直す方針です。ほうほう。ナイジェル・キャス氏は GBB との激論の中で自首すべきという声に対し反応を示しました。黙って聞け。俺は政府にも誰にも排除されない。そうなるぐらいなら死んでやる。みんな道連れだ。クズともに死を。ここは俺の町だ。俺は羊飼いだ。羊を手放すぐらいならこの手で首に殺してやる。キャッシュはホワイトタワー本部に立てこもっており、止めようとする者は殺害すると予告しています。重武装しており危険な状態にあると見られています。くそ、一線を越えやがった。このままじゃ奴の思い通りになる。もう他に選択肢はない。ホワイトタワーに向かって阻止するんだ。さあ、ナイジェル・キャスに立ち向かえということで、そろそろ終わりが見えてきた感じがするね。でも意外だったな。
正体はまだ分かってないんだよね、ゼロデイね。まあでも、ナイジェルキャスに立ち向かいか。ちょっと次回こっちやっていきたいと思います。ということで、今回はここまで。いやー、二人はきつかったな。失った人数がね。まあまあ、ちょっと挽回していきますか。ということで、よろしければチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。